やたらと原材料書いてるから同じの作れるだろという彼氏だった。チョコレートやヤクルトなんかを材料わかってるんだから同じの作れ、女なんだからできるだろって。バー、ントカレーのルー作って持ってこい、缶、リマームの原材料調べて作れ、ま、このポテト作れ。材料は芋だ。とか、原材料がわかる既製品を作らせようとする。女は、料理ができて当たり前、材料がわかったら同じものが作れると言い切る。会うたび、毎回言うから。じゃあお前男なんだから、ホームセンで材料買ってきて家建てろ。最新のテレビと冷蔵庫とレンジ作って持ってこい。原材料は石油とレアアースと鉄だろ、多分。わかんないから原材料調べて作ってこい。アスファルトなんて超簡単だからすぐに作って持ってきて。お前が言ってるのはこういうことなんだよ。と言ってお別れした。原材料がわかっても製法や温度がわからなきゃ作れないし、小麦粉一つでも、ランクやメーカーがいろいろあるよね。